おい、有原。ほんまに、この大舞台で、よく投げ切ったと思います。初回に、すごく失点してるっていう、データを見ましたけども、実際今日も、初回に失点してしまったものの、そっからの回っていうのは、すごく、いいピッチングだったと思うし、キャッチャーの甲斐さんとしっかり話し合って、すごく配球を変えたりとかね、してたことが、いい結果に結びついたんじゃないかなって思ってます。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。はい、またの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでですね、今年中にですね、2023年中にですね、チャンネル登録者数1万人、1000人違うよ。1万人をね、目指しておりますので、またの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、いつもジャイアンツ情報を中心に発信しているんですが、ジャイアンツの試合はね、すべて終わってしまったので、今は、CS であったりとか、日本シリーズの試合解説をやっております。はい、先ほど終わりましたね。ロッテ対、マリーンズ対、ソフトバンクの試合解説をやっていこうかなというふうに思っております。まあ僕はいつも、セリーグの試合を主に見てるんですけども、今回に関してはね、パリーグの試合を見ておりますので、少し、不備があったりとか、ペナントでの、傾向がね、あんまり完璧に分かってないので、そういうところがありましたら、ぜひコメント欄で、教えていただければ嬉しいというふうに思っております。はい、ではね、まず動画の流れを説明していきます。この左側でですね、今日の試合のどんな感じで点が入ったのかというのを見ていきます。で、この右側でですね、僕が気になったところを、まあ、ここはこうだったよねとか、この選手はこういう風に考えてたみたいなところを、こういう感じでバーッと書き出してますんで、右側でね、詳しく見ていこうかなという風に思っております。はい、ではまず左側の、試合結果からなんですけども、今日はね、3対1。3対1という結果で、ソフトバンクが、勝利をしております。明日に、もつれ込んだ、感じになりますね。はい。で、得点シーン振り返っていきますとね、1回表に2アウト2塁から近藤選手のレフト前ヒットで1点先制。で、1点先制したんですけども、1回裏にね、1アウト1、3塁から、ポランコ選手の犠牲フライで1対1の同点となります。なんですけども、3回表に、ワンアウト三塁から柳田選手のレフト前ヒット。ツーアウト三塁から中村選手のセンター前ヒットで、2点を、追加しまして、そこからたこ焼きで、たこ焼き続きまして、3対1、3対1で、ソフトバンクが勝っておりますと。はい、じゃあね、どういうところがポイントだったのかとか、ここはね、もうちょい、こうした方が良かったんじゃないか、みたいなところをね、ちょっと右側でね、見ていきたいというふうに思っております。こっから見てよ。OK? こっから見てよ。OK? じゃあ行きますよ。はい、まず1回裏なんですけども、ワンアウト1塁、から、角中選手がね、ライト前ヒットを打って、それがね、セカンドの後方のフライの、ヒットだったんですけども、1塁ランナーの藤岡選手がね、一気に3塁を落とし込めたっていうのは、ナイス走塁だったと思いますし、その後のね、ポランコ選手の、犠牲フライにも繋がったと思うので、まあ、藤岡選手クラスの選手だったら、当たり前の走塁かもしれないんですけども、セカンドの後方の、フライというかヒット、ポテンヒットっていうのはね、一塁ランナーにいると一瞬、セカンドフライじゃないかって思ってしまう時があるんで、そこをね、躊躇なく一気に三塁まで落とし入れたっていうのは、藤岡選手の、走塁センス、野球センスが、素晴らしいものあるというふうに僕は、感じました。はい、次行きます。3回表なんですけども、ノーアウト2塁から川瀬選手がね、バントを1回、失敗してね、そっから、ヒッティングに切り替わって、ショートゴロ。
三森選手は二塁ランナーの三森選手は三塁へね、進塁したっていう場面なんですけども、まあ今日の DeNA 対、広島も見てましたけども、やはりランナーをね、この短期決戦でランナーを、スコアリングポジションであったりとか、三塁に進めるっていうのがすごく難しいというふうに、僕自身ね、見てて感じるんですが、やはり、今日の DeNA なんかはね、バントを使ってランナーを三塁に進めようとしてて、失敗したりっていうのが結構あったんですけども、ソフトバンク、今日のソフトバンクに関すると、バントをまあ使うことは、使うときは使うんですけども、ヒッティングをしてね、ランナーを進めるっていうことがしっかりできていて、やはり、順序としてはね、ヒッティングで進める方が、まあね、ヒットの確率もあると思うので、いいと思うので、やはり打者の技術が高いと、それだけね、バントを使わなくてもランナーを進めるっていうことができるんだなーっていうふうにね、今日のセリーグの試合とパリーグの CS どっちも見てね、すごくそこの、差というか、打撃技術の差というかね、ピッチャーがレベルが高いのか、それはわからないですけども、そこはすごく感じましたね。で、この三森選手も二塁ランナーでね、基本的に二塁ランナーっていうのは、二塁ランナーがこう立ってるじゃないですか。で、二塁ベースここにあるでしょ。で、自分の、左側の打球は、ゴーというか、基本的にゴーなんですよ。で、三森選手リードしてて、この辺にショートゴロ行ったんですよ。なんですけども、すぐね、三森選手の足があるんで、そこはね、普通のランナーだったらいけなかったかもしれないですけども、三森選手の足があるから、少しの左側の打球でも、三塁で進塁できるというところですね。やっぱり、広島とかもそうですし、阪神とかもそうですけども、やはり走れる選手というかね、がスタメンに何人かいるっていうのはすごく大きな、ところだなと感じますし、まあ僕は主にジャイアンツ戦を見てるんですけれども、ジャイアンツっていうのはスタメンに走れる選手っていうのがほとんどいなくてね、今で言うと門脇選手ぐらいかなっていう感じはしてるんで、まあ吉川選手も走れますけども、まあやはりね、スタメンに3人、4人、ちゃんと走塁をできるというかね、走れるような選手がいると、やっぱりその攻撃のバリエーションとか、ヒットが出なくてもランナーを進めたりとかできるんで、まあちょっと話逸れますけども、来季ジャイアンツはね、そういう、選手も、もっと組み込んでいってほしいなというふうに僕は感じました。で、ワンアウト二塁からね、近藤選手が、二塁ゴロ打って、これも三塁行くんですよ。でね、これ先ほど言いましたけども、バントで進めるっていうところもね、選択肢にあるんですけども、やはり近藤選手という打撃の技術が非常に高い選手ですから、凡打しても最低、右方向にゴロを転がして、ランナーを進塁させてくれるだろうっていう風な信頼があるから、ヒッティングのサインを出せるわけですよ。で、これがもしね、一、二塁間抜けてたりしたら、もしかしたらタイムリーになってたりするんですよ。だから、バントっていうのは、まあね、ヒットの確率がないとは言わないですけども、やはりそういう、ランナーがすごく二つ進塁することってなかなかないと思うんですが、やはりヒッティングで最低限のこと、最低進めるっていうことができてると、ヒットが出た時にね、二つ進塁するってことができるんで、そこはやはりね、ソフトバンク以外のチームもそうですし、まあジャイアンツもそうですけども、そういうところは磨いていくと、やはり強いチームになっていくんじゃないかなというふうに僕は、感じております。で、次行きますよ。4回裏なんですけども、先頭ポランコ選手がフォアボールね。このポランコ選手っていうのももともとジャイアンツにいてね、非常にセリーグ、去年いたんですけども、非常にね、低めの変化球振ったりとかね、よくしてたんですけども、今日ね、見てるとね、すごく低めの変化球振らないというところがありまして、まあね、やっぱり状態がいいんかなっていうふうに僕は感じました。はい、やはりね、こういうホームランバッターに対して、高めの速球、低めの、変化球っていうのは、攻めの徹底というか、セオリーになってきますから、そこをちゃんと低めを振らないっていうふうになってくると、打者有利のカウントで、カウントが進んでいくんで、やはりホームランが増えたりとか、安打の確率が増えていくっていうことなんで、やはり打てるボールというかね、ストライクゾーンを振ってストライク、ゾーン外のボールは振らないっていうのは、非常にね、野球において大事な、ところだと思います。で、これ、せっかく先頭フォアボールで出たんですけども、これノーアウト一塁から安田選手がね、次、
ファーストゴロのゲッツーを打っちゃうんですよね。それ、まあ、ちょっともったいなかったですけども、まあ、今日のね、カイさんと、有原、投手の配球なんかを見てると、まあ、僕が統計取ったわけ、統計取ったわけじゃないんで、ちょっとわからないですけども、2巡目から、2巡目になるとね、ちょっとカーブが多くなったような気がしたんで、そういうところでバッターの目先であったりとか、その1巡目、2巡目、3巡目みたいな感じで、その、回り方によってね、配球を変えていくと、バッターっていうのはやはりね、混乱したりとか、狙い球が絞れなくなってくる、来たりするんで、そういうところで今日は、2巡目はね、すごくカーブが多いなっていう印象を受けました。で、次、岡山本なんですけども、ワンアウトからね、近藤選手、中村選手のフォアボール出しちゃうんですよね。この時、ピッチャー鈴木投手なんですけども、ちょっとね、左バッターに対して、なんか投げづらそうな感じがしてました。というのも、左バッターに対してね、まあ、鈴木投手って僕、まあ、あんまり普段見てないんですけども、球種を見るとね、まっすぐ、スライダー、ツーシームっていうのを、まあ、主に結構投げてたりするんですけども、この近藤中村っていうのは左バッターで、なかなかツーシームを、その投げ入れてないというかね、左バッターに対してツーシームっていう、球種を消してしまってるというか、なかなか投げ切れてないので、まっすぐスライダーっていうところになってしまってね、まあ、粘られてフォアボールを出してしまってるっていうところがあるんで、まあ、鈴木投手、まあ、やっぱそうなんですよ。左ピッチャーで、落ちるボールとか、チェンジアップとか、ツーシームが、割合が減るピッチャーって結構いるんで、まあ、ジャイアンツのピッチャーにもいますけども、やはり、左対左でも、なんかこう、シュートボールであったりとか、ツーシームであったりとか、チェンジアップみたいなボールを、投げ込めるピッチャーっていうのは非常にいいピッチャーだと思いますし、鈴木投手もそういうところも、来季への課題かなっていうふうに僕は思いました。で、結局、ツーアウトね、二三塁になるんですけども、いや、今宮選手をね、空振り三振取るんですが、やっぱり、今宮選手は右バッターでね、まっすぐ、スライダー、に加えて、右バッターなんで、ツーシームという球種を使いやすくなるんで、まあ、三振が取れたっていうところがあると思うんで、そのツーシームっていうボールね、初めて見させてもらったんですけども、非常に落ち方がね、すごくいいので、左バッターにも対しても、こういう近藤であったりとか、中村に対しても、そのツーシームを投げていければね、もっと抑えれる幅が広がるし、簡単に、もっと楽にピッチングができるんじゃないかな、っていうふうに僕は思いました。で、次いきます。6回表なんですけども、これ2アウト1塁からね、川瀬選手がバッターの時に、三森選手がスチールを成功させるんですよ。というのも、やっぱりね、これ2球牽制入れられてて、警戒してるんですけども、その、3球目に、スチールをしてね、それを成功させてるっていうところで、非常にこの足の速いというかね、走塁技術の高い選手だなというふうに思いました。で、まあ相手も警戒はしてるんですけども、やはり左ピッチャーでね、こんなに簡単にとは言わないんですけども、こんだけ2球入れといて、3球目で普通に投入されるっていうのは、やはり、牽制に問題があるのか、クイックに問題があるのか、キャッチャーの肩に問題があるのかっていうところだと思うんですけども、まあおそらくクイックであったりとか、牽制のところ、牽制とホームに投げるときのフォームの差が違ったりとかっていうところだと思うんですよ。だから、そこはね、もっと勉強していくべきかなっていうふうに僕は思いました。で、このね、作戦もね、結局これ三森選手がアウトになったとしても、次2番から、また川瀬、柳田、近藤という並びになるんで、で、ソフトバンクからしたら勝ってる場面なんでね、余計動きやすいというかね、動かしてアウトになっても、全然まだ次2番バッターからやしっていうところで、非常にね、昨日あんまり点が取れてないというところで、今日はね、非常に足を使った攻撃っていうのをね、してたんで、非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。また、昨日、周東選手を1番に据えてたんですけども、昨日6番だったのかな ?6 番だった三森選手を1番に据えてね、周東選手をちょっと外してっていうところも、あれ、これ大丈夫かなって僕は思ったんですけども、終わってみると三森選手3安打かな ?3 安打1得点かなしてて、こういう三塁に進塁したりとか、
ね、このスチールもそうですけど、そういうところもね、非常に活躍されてたんで、藤本、監督の采配がズバリ的中してたなというふうに僕は思いました。で、これ6回裏なんですけども、ノーアウト1塁からね、角中選手ね、三振ゲッツーしちゃうんですよ。で、三振ゲッツーってやっぱり、雰囲気がガラッと変わるプレーなんですよね。で、まあこの出した意図としてはね、やはり角中選手ってミートが上手い選手だと思うんですけども、三振はないだろうっていうところで、スチールをかけてると思うんですよ。なんですけども、まあ、角中選手が空振りをしてしまったっていうところで、三振ゲッツに打ち取られてるんですけども、まあ、僕からするとね、次のバッターがポランコ選手だったんですよ。で、今日のね、まあ、打撃の内容を見てると、そんなに悪くないというかね、まあ、犠牲フライも打ってますし、打球の上がり方がね、結構惜しいような上がり方してたんで、もしかしたらホームランワンチャンあるんちゃうかなっていうふうに思ってたんですけども、そういうところでね、三振ゲッツをしてしまって、ツーアウトランナーなしという場面でポランコ選手を迎えてしまったんで、まあソフトバンクバッテリーからすると、まあ、ラッキーというか、良かったっていうところなんですけども、ロッテからすると、なんて言うんだろう、ランナーがいる状態で、ランナーがいる状態で一発同点という場面で、ポランコ選手の打席が欲しかったんじゃないかなというふうに思うので、ここはね、まあ、首脳陣の方はね、角中選手のミート力を信じて、スチールを出してやってたと思うんですけども、そこをね、バットに当てられなかったっていう角中選手の、この三振ゲッツがね、少し、僕はね、痛かったというか、まあ、誤算だったんじゃないかなというふうに思いました。で、ソフトバンクのね、後半のピッチャー見てるとね、なかなかこう、すごいいいピッチャー出てくるんで、まあ、特に、最後の出てくるオスナ投手ですか？僕初めてほんまにちゃんと見たんですけども、あのまっすぐとあのチェンジアップっていうのはなかなかね、1イニングで2点取れるかっていう感じだったんでね。やはり、あの投手陣をね、出されると、なかなか後半勝負ね、点は取れないと思うので、やはり序盤でね、どんだけロッテに関しては点を取っていくかっていうところが、非常に明日の試合のところで、大事になってくるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、ソフトバンクはね、この勢いのまま、まあ、明日周東選手を出すのか出さないかのわからないですけども、三森選手も十分ね、足も使えますし、近藤柳田っていうところはすごく脅威だと思うし、非常にいい打線でもあるので、まあ、明日は和田投手と、大島投手かね、どっちもサウスポーというところで、まあどういう試合になるかわからないですけども、明日も試合解説やっていこうかなというふうに思っております。はい、そんな感じでですね、元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平が、主にまあジャイアンツ情報中心にね、本当に毎日ね、毎日動画を YouTube にアップロードしてますんでね、ぜひ面白いなと思ってくださった方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録であったりとか、僕のチャンネルの通知のオンであったりとか、僕これ一番嬉しいんですけども、コメントであったりとか、高評価、この4つをしていただけるとね、非常に嬉しく思いますし、これからも YouTube 頑張ろうというふうに思いますんでね、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。